ガルムはつまんないね。ガルムは少しの間沈黙していたが、やがてマサシと通話状態にある携帯電話に向かっていった。わかった。交渉に応じる。ただし条件がある。お前一人でこれから屋敷に来い。人質は中で受け渡す。いいな。まずは、廊下の鏡の前まで来い。ガルマはそう一方的に告げると電話を切った。まさか、霧島正志もここで殺すつもりじゃないだろうな。その、まさかだ。裏切り者は誰だろうが許すわけにはいかない。もともとあの男が望んだことなのだから、なおさらだ。ガルマは瞳の奥に暗い炎を燃やした。22年前の機密を守ることが、俺に残された唯一の使命だ。必ず遂げてみせる。今するべきことは、どうする？見る。気になるものは、何を見る？モニター。俺は祭壇に置かれている防犯カメラのモニターを見た。3台あるモニターの一つに、屋敷に入った正志の姿が映し出されていた。ガルマ憎むべき敵を見るような眼差しで正志を見つめた。かなり頭に血が昇っている様子だ。今この男の頭の中には最大の裏切り者である正志を殺すことしかないに違いない。こっちにとっては好都合だ。やがて正志の姿が鏡の前を映し出したモニターの中に現れた。よし。ガルマトランシーバーを操作してドアセンサーを解除した。今、解除した。入って。言いかけてからガルマははっとトランシーバーを見つめた。なんだ？エラーが。それから大きく目を見開いた。まさか、ジャミングか？そうか、俺にドアを解除させるよう仕向けたんだな。交渉はそのために。そうだ、俺たちが無事脱出するためには、ガルムにドアセンサーを解除させることが必要だった。マサシを殺すため、ガルムが屋敷に引き込もうとしたことはむしろ好都合だった。ドアセンサーが解除状態になったなら、あとはジャミングで無線が使えない以上、再びロックをかけられないはず。当然、爆弾の方も無線で作動させることができない。つまり、これで俺たちは無事脱出できるということだ。するべきことは一つだな。どうする？見る。確認しよう。何を見る？トランシーバー。祭壇に置かれたトランシーバーには、FRWL と表示されており、雑音を発している。気になるこんな時にパスワードっ一つつ。ね。どうする？じゃあいよいよ殴ります。ガルマは驚きのあまり呆然と立ち尽くしている。行動を起こすならガルムに隙がある今しかない。逃げるぞ。俺は美里を連れて礼拝室から駆け出した。大丈夫か？ええ、急ぎましょう。俺たちは地上への階段を駆け上がると、最大の障害であったドアセンサー付きの鏡を難なく開けて廊下へと飛び出した。美里。そこには美里救出のために来ていた正志の姿があった。どうするか。どうする？話す。話をしよう。
誰と話す？マサシ。ミサトさんを連れて急いで逃げてください。ここはまだ危険です。ああ、わかった。神宮寺さんは？ガルノが後を追って来られないよう、ここを塞ぐつもりだ。マサシさん、今警察は？この廃屋と小屋の方、それぞれに向かっているはずだ。小屋の方は警察に任せよう。そこを警察が塞げば、ガルも一時的にでも地下に閉じ込められるはずだ。じゃあ、ミサト。ええ。ミサトはうなずいてからマサシに小声で言った。お父さん、助けに来てくれてありがとう。いや、ミサトの笑顔にマサシは感極まったように目頭を押さえる。そうして親子はしっかりと寄り添ってこの場から駆け出した。こんな時ではあるが、俺はその光景に目を細めた。しかし二人が消えた直後、その方向からガラスが叩き割られる音が聞こえてきた。あれはどうする？移動します。何があった？音が聞こえてきたのはちょうどマサシとミサトが向かった部屋の方からだ。俺は急いで部屋に向かった。部屋の窓の一つが派手に割られた状態になっていた。さっきの音はこれが原因のようだ。部屋にはまだマサシとミサトの姿があった。そしてその部屋にはガルムの姿もあった。この人どっから出てきたの？くっ、小屋から先回りしたのか。早いね。まるで地獄の底から這い上がってきた亡霊のようにガルムは佇んでいた。そしてその目はミサトを見据えていた。ミサト！お父さん！ち、止まれ！武器を捨てろ！ガルムの動きが止まった瞬間、俺はマサシたちに駆け寄り、ガルムとの間に割り込んだ。そしてガルムが手出しできないよう、二人の盾になった。神宮寺さん、今のうちに逃げるんだ。マサシさん、動けますか？ああ、大丈夫だ。傷はそこまで深くないようだな。致命傷ではなさそうだ。ミサトたちが動こうとした瞬間、警官が数人こちらへ駆け寄ってきた。ガルムはその間もナイフを手にしてこちらを伺っていた。かかと機動隊によって動きを牽制された上、俺と警官がミサトたちの盾になっている。さすがに隙を見出せなかったからか、ガルマは身動き一つしなかった。そんな中、マサシは外へと運び出され、ミサトも付き添って一緒に出た。ガルマはその様子をただ黙って見送った。ひとまずこれでミサトたちの安全は確保されたな。どうする？どうする？話す。話を聞いてみるか。誰と話す？ガルム。さっきのはいいパンチだったな。やっぱり思った通りだった。お前にあんなパンチを繰り出されたら俺なんてひとたまりもない。あそこで倒れておきながらすぐに追いかけてきたあんたに俺は驚いているがな。私も驚いた。はあ、タフなのが俺の取り柄なんだ。話をしよう。
戻って見る。確認しよう。何を見る？ガルム、失敗したか。もうここまでだな。ミサトとマサシが外に出て行った後、ガルムは観念したようにつぶやいた。武器を捨てておとなしく投降しろ。公安か。お前たちに捕まるのは勘弁だな。だがお前はもう逃げられない。屋敷の外も包囲してるからな。なるほど、確かにな。ちょっとさ、フォントの色変えてほしかったけど。これ分かったなら諦めて投降しろ。カガーガルムを一層強く睨みつけた。ガルム、お前を捕まえるのが篠塚警部の悲願だった。警部に代わって僕がお前をこの手で捕まえる。篠塚の代わりか。大した意気込みだ、若造。しかし敵の組織に捕まるほどスパイにとって最悪の失敗はない。お前も公安、スパイの端くれならわかるだろ。そうだ、だからこそ捕まえる。お前の知るすべてを吐いてもらう。ソ連時代からお前はガルマとして活動してきた。一体お前が何をしてきたのか、八神たち以外では誰がお前のスパイ活動に協力してきたのか。そしてお前の主だったベグロフはどこの誰と付き合いがあったのか、すべて白状してもらう。はっ、ゾッとするな。そんなものをよりにもよって公安に話すなど。やはりこうなった以上道は一つだな。ガルマはそこで手に持っていたナイフを床に落とした。投降する気に。ガルムを見てその場にいた全員が息を呑んだ。見せつけるようにガルムがジャケットをめくった先には爆弾と思われるものがあった。あれはどうする？話す。話を聞いてみるか。誰と話す？ガルム。それは最後の手段だ、まさしくな。どうするつもりだ？まさかこの場にいる人間を全員巻き添えに死ぬつもりじゃないだろうな。そうするならさっきミサトたちがいる時にやってたな。この爆弾じゃ確実に巻き添えにできるかわからない。大した量じゃないからな。では爆弾で脅して俺たちをここから退避させることが目的か。その後ここで一人で死のうというわけだな。そんなところだ。それなら失敗はありえない。万一死に損ねるということはな。これは最後の手段だ。ガルムは確実に処分する。処分。元カーグーベイのスパイでありベグロフの私兵であったガルムは今回の件に限らず多くの機密を抱えた存在だ。だから公安の手が迫った今自分を処分するというのか。あんたはどこまでも機密を守ろうとするんだな。自分が死ぬことすら機密を守るための手段とは。俺にあるのはガルムという名とそこに託された使命だけだ。他には何もない。自分の本当の名前は忘れ、ただガルムとして生きてきた。だがそこに誇りをかけてきた。その誇りを誰にも奪わせてなるものか。
それさえ奪われたら、俺はもう何者でもない。ガルム、ベラベラと喋りすぎたな。お前と話すのはどうも良くないようだ。妙に自分のことを話しちまう。あの八神がお前には全て打ち明けようとしたのもわからなくはないな。ガルムは苦笑すると身を翻した。じゃあな、巻き添えならないようにさっさと逃げろ。そのまま誰もいない廊下へガルムは飛び出した。待て。蚊がガルムの後を追いかけようとしたが、俺はその前に立ちふさがった。よせ、言われた通り逃げた方がいい。今から追いかけても死ぬだけだ。く。ガルムが地下への階段を駆け下りていく音が聞こえる。蚊が血を吐くような声で叫んだ。ガルム。俺たちが屋敷から退避した直後、爆発音とともに辺りが揺れた。地下に用意してあるとガルムが言っていたガソリンのせいか、屋敷には火の手が上がり、それは瞬く間に燃え広がった。俺は屋敷が燃え崩れていく様を離れたところから見つめていた。神宮寺さん。先に正志と共に屋敷の外に出ていた美里が俺に声をかけてきた。正志は今応急処置を受けていて、これから病院に運ばれるところのようだ。これで何もかも消えてしまうのかしら。屋敷もあの中にあったものも。ああ、おそらく跡形もなく消えるだろう。せめてこれだけは持ってこられてよかった。美里は八神たちが残したペンダントを大切そうに握りしめた。これで十分と言えるのかもしれない。こうして美里は無事に生き残り、八神たちが何より渡したかった形見を手にできたのだから、俺は再び燃え盛る屋敷を見つめた。国岡慎之助が川宮部の工作員としての役目を果たすために作られた屋敷。これでもうその役目が誰かに引き継がれることはないだろう。忌まわしい歴史と悲劇は今終わりを迎えたのだ。屋敷に関わる機密を守り続けた番犬の手によって。1ヶ月後、加賀から捜査に一区切りついたという連絡があり、俺たちは久々の再会を果たすことになった。そこで再び屋敷の前へとやってきたのだった。本当に何もなくなってしまったんですね。すっかり更地となった屋敷の跡を見て、陽子くんが驚いたようにつぶやいた。ええ、屋敷が全焼したので、警察の方でひとまず全部片付けました。ここまできれいにするのは大変だっただろうな。そうですね。しかし、あれだけの爆発と火事が起きたというのに、近隣の家にはほとんど被害がなかったのは不幸中の幸いでした。そうか、屋敷の庭が広かったのと風がなかったのが良かったのかもしれないな。俺は相槌を打ってから気になっていたことを加賀に尋ねた。それであの後、ガルムは見つかったのか？ええ。遺体の一部だけですが、地下の瓦礫の中から発見されました。
つい先日その確認が何とか取れたところです。そうか、あの男については今詳しい調査を行っているところですが、日本滞在中に祖国であるソ連が崩壊したこともあって、本当の名前などは未だに分かっていません。異国で誰かも分からぬまま死ぬか、なんだか悲しいですね。ああ、しかしあの男にとってはそれこそが望むところかもしれません。最後までスパイとしてあることを選んだあの男なら、敵ながらそのあり方には敬意すら感じますよ。捕まえられなかったことはまだ心残りですが、仕方ない、あの状況では、いえ、あの事態を想定できていなかった自分の力不足でもあると思います。加賀は首を振ったが、すぐに毅然と顔を上げた。せめて今回のことは今後の糧にしていきますよ。そうでなくては篠塚警部に公安マン失格とどやされてしまうでしょうから。ああ、加賀の言葉に俺は微笑んだ。頼もしい限りだ。この様子ならきっと今回のことは加賀の確かな糧となるだろう。そんな期待を抱いた時、一人の女性が近くを通りかかった。あら、神宮寺さんたち。え、ひょっとして美里さん。ええ、こんにちは。驚いたな、だいぶ感じが変わった。ふふ、最近よく言われるわ。ホステスを辞めたせいもあるかもしれないけれど。そう微笑む美里の胸元には、八神たちの形見である翡翠のペンダントがきらめいていた。元気でやっているようだな。ええ、おかげさまで。それにしてもここでばったり会うなんて奇遇ね。病院が近いから最近様子を見るがてら、ここをよく通るのだけれど。病院？ああ、正志さんのお見舞いでか。ええ、まだ入院中だから。でもかなり良くなっているからじきに退院する予定よ。そうか、ならよかった。まだ身辺はゴタゴタしているから大変ではあるけれどね。うちが連日押しかけて捜査協力いただいていますからね。それもあるけれど、引退を決めたからその件でも忙しいの。引退？議員を辞められるんですか？ええ、次の選挙にはもう出ないそうよ。今回の事件に深く関わりがある以上、もう表舞台には立てないと言っていて。そうか。今回の屋敷の立てこもり事件は、世間には辻という男が赤の他人である美里を人質に取ったとだけ報じられている。ガルムという名前も、その事件の背景も一切報じられず、マサシはただ被害者の父親として名前が出てくるだけだ。霧島議員のスキャンダルになっているわけではありませんよね、今回の件は。ええ、そうならないように情報を伏せましたから。公安としては下手に情報を出して関係者に傷をつけるより、内密に捜査を進めた方がいいと判断しています。確かにその方がいいだろうな。情報が表に出れば間違いなく美里にも世間の好奇の目が集まるだろう。
そんなことは誰も望まないはずだ。ひとまず D の引退は決めたけれど、事件にどう責任を取っていくかはこれからじっくり考えたいと父は言っていたわ。今回の件にはだいぶ責任を感じているようだから。そうか。しかし君はマサシさんとは今はいい関係のようだな。マサシさんを父とも言っていたようだが。ふふ、そうね。でも正直少し悩んでいるの。お父さんという言葉を一体どちらに向けて使ったらいいのか。ミサトはペンダントを見つめながら小さく苦笑した。その眼差しは温かく、以前のような孤独感などはどこにもなかった。ゆっくり考えていけばいいだろう。君のどちらの父親も君の幸せを一番に考えているんだ。君は君の望む通りにすればいい。ええ、ありがとう、神宮寺さん。美里を微笑むと、俺たちに向かって手を挙げた。じゃあ、私はこれで行くわ。落ち着いたら、父と一緒に俺に伺わせてもらっていいかしら。ああ、いつでも来てくれ。待っている。ええ、またね。ミサトは俺たちに手を振りながら、笑顔で前に向かって歩き始めた。その足取りは力強くも軽やかだった。ミサトさん、すっかり明るくなりましたね。きっともう八神さんが言っていた呪いはどこにもないですよね。ああ、あるとすれば祝福だろう。忌まわしい過去も使命も断ち切れた。ミサトに受け継がれたのは娘の幸せを願う親の愛だけだ。ミサトの笑顔を眺めながら、俺はそういう結末となったことを確信した。俺たちも行こうか。そうだ、よければ今夜にでも飲みに行かないか。事件が解決したことだし、弔い酒をしよう。ええ、いいですね。そこでかかと分かれて、俺は陽子くんと共にその場から歩き出した。立ち去りながら、屋敷の跡を眺めると、そこからは広い空と街並みが見えた。少し前とはガラリと変わった風景。建物がなくなったことに、かすかに寂しさも感じたが、この風景も決して悪くないように思えた。そのまま歩いていくと、さまざまな風景が俺の目に映った。慣れ親しんだものもあれば、最近変わったばかりで見慣れないものもある。古きと新しきが混在した新宿の街並み。その一つ一つに様々な思いが息づいているのを感じる。願わくば、これからもこの風景を眺めていきたい。変わりゆくものも変わらないものも、その一つ一つの風景を。はい、ありがとうございました。探偵神宮寺三郎ゴースト・オブ・ザ・ダスクはこれにて終了です。いや、もうここまで来ちゃったね。もう一番最初の神宮寺から続けて、撮っていってますけども、どんぐらいかかったっけ。2年半ぐらいかな、全部で。
ありがとうございます。ずっと見てくれてる方もね、途中から見始めた方もいらっしゃると思いますけども、だいぶ長かったな、ここまで来るの。まあ、で、あとね、謎事件が残ってますのでね、次は謎事件を撮っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。